ミゾのシューズのこだわり、一番のこだわりはフィット感になります。履いてるけど履いてないような、ふわっ包んでくれてる、履いた時にぴったり足にくっついてくれてるような感覚、これが一番いいと思ってます。1980年代にマスタークロスという商品が出まして、多くのトッププレイヤーが今でもあの靴いいよね、あの靴履きたいって言われる商品がマスタークロスでした。そのフィット感を今でもミズノのバドミントンの中で軸としている。現在のバドミントンに関してはプレースタイルも大きく変わっていて、前後左右だけではなく上下にも置く、その際のクッション性であったりとかスピード感、そのような部分をマスタークロスにはない新しい商品、クロー、ファングというのにアイデンティティとして入れております。じゃあ皆さん早速なんですけど、お手に取って見てみてください。どうぞ。この黒かっこいいくらい、これかっこいい、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、こっちが普通いいぐらいかな、ちょっと細め、ね、白いです、最初のこれすごい、デザイン今めっちゃいいです。シンプルが好きです。これめちゃめちゃ良くないですか。でも私白色のシューズが好きなので、それかわいい、ね、これいいよね、これ色、かっこいい、これ軽いわ、動きの面、俺めっちゃこれ好きかもしれない、確かに、ね、それめっちゃいいやつ、素足歩いてる感じ、あれ選ぶ、自分の足に近いって感じがしました。これめっちゃフィットしてるんで動きやすいです。足首とかがいつもずれちゃってたんですけど、ここまで長いことで固定されてる感がすごいあって、動いててもずれないんでめっちゃいいな。クッションがだいぶすごく、すごい跳ねやすい、いつも履いてる足だとちょっとこう滑っちゃって、ちょっと前に体重がいったりするんですけど、これだとぴったり止まるんで、ショットが安定したりするかなっていう。履き始めた時は足に馴染みすぎて、なんか何も思わなかったというか、すごいな、でもみんなやっぱ、でもテンション上がりますよね、うん、じゃあ皆さんこちらのモニターに注目してください。実はある選手とつながっています。お願いします。おあ、こんにちは、はじめまして、こんにちは、ビプロジーバドミントンチーム所属の松友美咲です、よろしくお願いします。皆さんシューズ履いてみましたか。はい、わかりました。どうでしたか。めっちゃ履きやすいです。私このシューズを履いてるんですけど、このシューズ履いてみた方いますか。お、どうですかこのシューズ。中底が足がずれないような設計されてて、すごく履きやすいなと。緊張を和らげるなんかルーティーンみたいなものってありますか。まあ、緊張はそういう毎日に真剣に取り組めば取り組むほどたくさんするものなので、練習をしっかり頑張ってこれたんだなっていう自分に自信を持って試合に入るようになれればいいかなと思います。フットワークが速くなるための練習とかコツがあれば教えてほしいです。自分が次に動けるような球を選択するようにすれば、まあ、自然と自分のスピードが上がっていくようになるので、そういう感じが出てくるといいかなと思います。まあ、これから先、まあ、バドミントンだけじゃなくて人として本当にいろんなことが成長できる時期だと思うので、まあ、本当に一日一日を大切にして毎日過ごしていってほしいなと思います。ありがとうございます。はい、
前まで使ってたのやつより滑らなくて、すぐに次の動きにつなげることができたり、このクルヘスとかもしっかり固定されていて、すごく動きやすかったです。実際動いた時はやっぱり一体化してる感じが強かったので、プレーに集中できることはものすごく良かったなと思います。いろんな方、いろんな選手の足型データをもとに、ミズノのシューズと足の一体化、フィット感というのをこだわった、それが MB ホールドフィット、ミズノのシューズ作りの概念になっております。動きがすごく私は激しいので、どんなこう体勢で足をついてもこうホールドしてくれる、試合している時も脱げる感覚がないので安心してできます。長い試合になった時でも、まあ、最後までちゃんとこう守ってくれる、足にくっついてくれてるような感覚で動くことができるので、そういうところが気に入ってます。クローシリーズに関してはソールが前と後ろで分かれているセパレートソール、こちらのファングシリーズに関してはここがつながっているフラットソールになっているような違いというのがあります。これによって安定感を求めたシューズなのか、よりスピード感を求めたシューズなのか、その違いというのがあります。あ、みんなすごい元気そうでいい子たちだったので、すごい会えるの楽しみです。行ってきます。なんかもう軽かったよね、もう軽いのに、もうさ、精度がすごかった。いや、疲れてるよ、言葉にならない。緊張がすごかったまあただ、一回だけ打ち返したのがちょっと嬉しかったですありがとうございました。一番大切にしているのはユーザーの声になります。お客さんが足入れてもらって、その瞬間に言う第一声を大切にしています。ミズノの商品を履いた時に第一声に何が出るか、わ、フィット感がいい、わ、軽い、その言葉の中にあるフィット感という部分で、ミズノのフィット感っていいんだなということを実感しております。